石原奈津子です、今日はカンボジアの首都プノンペンから帰国されたばっかりのカモシェフと奥様の陽子さんにインタビューをしたいと思っています。カモシェフといえばプノンペンでは最高峰のフレンチレストランっていうことで、多分皆さんカンボジアに行かれた方の中にはもうなかなか行きたいけど行けなかった方とか、もう特別な時にって行かれた方もいらっしゃったと思います、ラ・レジデンスの鴨総理長だった、鴨武さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。よろしくお願いします。今まだ帰ってこられたばっかりということで、5月末まで、5月31日までやってました。はい。もともとは、私がお邪魔してた頃に比べて今の状況というか、プノンペンは今コロナ禍でどういう状況だったんでしょう。帰国された時の様子って、ロックダウンされたりとか、その前まで解除はされましたけど、あと8時以降外出禁止とか、あと飲酒、お酒飲めないとか、アルコールも禁止。そうですね。あと、やっぱそのコロナがたくさん発生してる地域とか、でそのコロナがこう3種類の色分けされて、黄色、オレンジとかで、でそれで、そこは動きづらくなったりとか、こうバリケード張られたりとか、でそういう感じで結構大変な地域は規制が多かったんですね。はい。でもそのコロナ禍にあって、今回いろんなことがこうなんていうか後押しっていうか背中を押されたっていう形で多分日本に帰国されたと思うんですけども、鴨さんはもともと19歳の時に東京の銀座にある、はい、お店で、修行始まって、世界で、スイス、フランス、スイスですかね。そうですね。一番初めはやっぱりパリに行ったんですけど、ちょっとなかなか就職先が見つからなくて、その当時。で、スイスの友達ですかね、連絡取った時に、そっちで仕事が見つかったので、スイスのフランス語圏内ですね。フランスからスイス。はい。でもなんか元はお父様、広島のご出身ですけど、もともとお父様が料理人で、なんかお父様に憧れて料理人になったんですね。あ、そうですそうなんですよ。僕の広島で父がフランス料理をやってて、自分の店ではないんですけど、レジデンス、ラ・レジデンス、プノンペンみたいな感じのレストランが広島にもあって、一軒家、ビルの地下にある、でそこをもともと父は九州出身なんで、で佐賀なんですけど、福岡で働いてて、そこの当時のシェフと一緒に広島来て、で、はい、そういうフランス料理を父がやってて、でそれを見てやっぱ育ったので昔小さい時に、休みの日になると洋食をうちの父が作ってくれて、でそれを食べて作ってる姿とか見ながら、お父様やってるお店にもよく行かれてたんですね、子供の時。そうですね。その時はもうよくお休みの日になると、ちょっと広島の実家が北の方だったんですよ。で父親は広島の市内の方でやってて、でそこにバスで一人で遊びに来い、感じで昼飯は友達と一緒にこう呼んでもらって、友達と一緒にちょっと来いって言って、で飯食わしてやるからって言って、なんかこうよく遊びには行ってました。鴨さんが総料理長をもう14年ぐらいされてた、そのプノンペンにあるラ・レジデンスっていうのは、なかなかちょっと子供が行くには超高級フレンチレストランというか、建物も王族の、ご子息っていうか、お孫さんでしたかね、王様のお孫さんの建物ですよね、あれは。あそこはラナリートさんの
建物なので、邸宅なので、うん、その娘さんの、あの、ラタナデビさんです。ユヌーク全国王のお孫さんにあたるんですね。はい。その方の邸宅をちょっと改装したんですだっけ、うん、そうですね。それを、まあ、レストランにするっていうので、うん、で、まあ僕が2007年の9月に、それでスイスから来た時も、まだ家だったんですよ。で、それを。そうだったんですか。ちょうど工事、レストラン使えるように工事しだしてきて、うん、もう、その調理場も、調理場もまだ何もないですし、ホールの方も、こう、左右に、うん、確か入って左が、ちょっと水が流れるガラスの作りで、で、右側がガーデンが見えるガラスの作りなんですけど、あそこを両方継ぎ足して、広くしてレストランのようにした。でも、うん、あの、鴨さんが行かれたその2007年の約14年ぐらい前のカンボジアの、それも首都のプノンペンでさえも、まだ食品衛生とかは、ちょっとこう、いい加減ちょっと怒られるけど、まだまだ不安な部分がいっぱい。今のプノンペンを知ってる方々は、まあ、イオンも入ってきて、だいぶその変わってきてると思うんですよね。その食品の安全基準だとか、こう見せ方も食べ方も。でも当時のプノンペンって、私も何回かお邪魔しましたけど、もうちょっと市場に行っても、普通にハエが飛んでいたりとか。そうですね。そういう環境だったと思うので、なんかその環境でこうチャレンジしたいっていうか、できるって思われたのは、なんかすごいなって思ってて。なんかそこら辺のなんかご苦労っていうか、何ですかね、なんか思い出残ってる、当時の思い出ってなんかあります？特に記憶残ってる部分っていうのは。食材ですよね。まず、やっぱりあの、日本人だし、僕は日本人だし、ヨーロッパでも四季があるところばかりで料理してたんで、やっぱその四季が、季節がないっていう、うん、食材がほとんど変わんないっていうのが、やっぱ料理人としては大変だったのと、魚とかこう市場に行っても、なんていうんですか、こう、新鮮なものと新鮮じゃないもの、がミックスされて置いてるんですよ。だから、こう、市場の人たちは、こう、どんどんこれも、ちょっと持ってけ、みたいな感じで言ってくるんですけど、強制的に渡されるみたいな。それじゃなくて、やっぱちゃんとした目利きを持って、いや、ね、誰が見てもわかるんですけど、明確に。それをちゃんと断って、こう、やるのが、毎回それをやるのがちょっと大変でしたけど。いやー大変。だって、あれですよね、市場の方って英語あんまり使われないんじゃないですか。いや、意外といるんですよ。いらっしゃいました。じゃあ英語でやり取りしながら、こう食材選んでいってっていう感じ。そうですね。あ、でも僕、来た当時は、フランス語しかわかんなかったんですよ。英語は喋れなくて。ああ、そっか。まあでも、だから、だって意外にフランス語喋る方いたりしますよね。と思って僕も来たんですけど、実は、やっぱもうなんか70アップぐらいの人じゃないと、フランス語喋んなくて、で、みんな英語だったんですよ、喋るのは。それで、まあ、そっから英語を勉強しだしたんですけど、まあ、でもほとんど、まあ、どうにかなんか、ジェスチャーとか、なんか一生懸命喋ってると通じるんで、それでやってました。でも、それこそ、あの、鴨さん料理長として、その、レジデンスでなさってる、あの、料理なさってる時って言ったら、もう本当に、カンボジアの中でも、あの、王族関係者とか、まあ、いわゆるちょっと成功者と言われる人たちが訪れたりとか、まあ、日本からもやっぱり著名な方がプノンペン行くと、行きたいなんか、お店っていうかな、フレンチレストランっていうふうに私はずっと思っていたので、なんかその中でも、こう、印象に残っているお客様とのエピソードみたいな、なんかありますか？フランスの俳優さんのジェラール・デュパーリューっていう人なんですけど、うん、結構いろんな映画に出ていらっしゃる俳優さんで、ちょっとお花がこう大きい感じの、ちょっともう70歳ぐらい、ヨーロッパ銀行の総裁のラガルドさんとかいらっしゃったんですよ、うん、
で、その時に結構テレビとかでちょうどなんかよく見る機会があって、で、2階にも VIP ルーム、個室があるんですけど、そこに結構十何名でいらっしゃってて、で、誰が来てるか知らなかったんですよ。でそれで、なんかこう、食事の後に、料理長に会いたいって言われて、上がった時に、あれ、なんか最近よく見る、ラガルドさんだって思って、もう一気にこう、何ですか、こう、緊張して、変な汗が。でも、すごいいい方で、それでもう料理も美味しかったって言っていただいて、でそれで、もう握手していただいて、すごいね、こう優しい方で、そういう方とか、あと、一つ、シハモニ国王がいらっしゃったんですよ。はいはい。で普段、なんかあんまり、ほぼ外でご飯を食べられないらしいんですけど、そうですか。昔そのシハモニーさんじゃなくて、前国王の、シアヌク国王の時は、中国とカンボジアを行き来されてて、ちょっと体調が悪くて。その時に、カンボジアにいる時は、週3回ぐらい料理を作りに行ってたんですよ。パレルワイヤーに。そうですか。王宮まで？そうです。で、その時に、なんかもう、シハモニー国王のは、外にはあんまり食べに行かないから、みたいな、とか、聞いてて、ああ、そうなんだって。二人ぐらいやっぱり料理人がいらっしゃって、昔から。連続のね、シェフが。ほぼこの人たちの料理しか食べない。内緒でいらっしゃったことがあって。出口も、真正面の出口じゃなくて。でそれでいらっしゃってて。はい。その時も、こう、ご挨拶させていただいたんですけど、まさかのシハモニー国王で。国王が抜き出して来られたってすごいですね。びっくりしました。なんかローマの休日の男版みたいな。すごい。でもそれこそカモシェフといえばこうそれ、ね、地元っていうかカンボジアの食材を使ったりあと生ハムとかチーズとかで手作りのなんかお手製 の, 生あのハムがありましたよね。あ、そうですね。オクラダペッパーをこう添えたプレートで出てきた、はい、あれもやっぱ基本僕やっぱフレンチですけど、地産地消で、その国にある地方にあるいいものを探して自分の料理にしたいっていう考えなので、カンボジアでもやっぱこうなんだろう市場とかそういうねこうなんていうのそれは悪いんですけど、あ地方にあるものとかって結構いいものがいっぱい、まあ、例えば本当さっき言ったクラタペッパーそうですけど、いろいろたくさんいいものがあってでそれを使って料理しますね、はい、なんかそれとやっぱり私の思い出の中にもあるのはこう接客の良さっていうかそれこそ日本人の今でいうおもてなし力っていうかなんかそこは多分きっと奥様の陽子さんのサポートとか指導もちゃんとあって、行き届いた接客で挨拶もすごい心地よい挨拶とかタイミングよくお食事を持ってきてくれるサービングとかそういうのもすごい陽子さんのサポートもきっとあるんだなっていうそのレシピ献立っていうんですかねレシピ表っていうか献立のもう陽子さんデザインじゃなかったでしたっけあれ奥様の陽子さんはデザイナーでありね、はい、カフェのオーナーでもありますけど、はい、もうなんかそういうこう陰ながらのサポート力というかなんかそういうものもお店全体で伝わってきたなっていうのは思い出としてすごく強く残ってるんですけど逆になんかすごい今苦労したけど良かったなって思うようなこうプノンペンでの思い出みたいなお二人なんかありますか？結構苦労が多かったかな。苦労が多かった。やっぱずっとそうですね。もう2007年から苦労する。もうスイスにいるおそらくシェフとか。同僚とか、まあ、みんなに止められたんですよ。
昔やっぱそういうところに行った方もいて、いや本当に大変だったから、もし行くんだってもやっぱり3人ぐらいは連れて行かないとダメだ。へえ。行かないと本当大変だよって言われて、みんなに反対されたんですよ。それでまあね、こう一応覚悟しては来たんですよ。一人で来たんで。うん。やっぱそれがやっぱり。ね、50倍ぐらい大変だったんですけど、それがずっと続いてて、うん、でまあだからこう14年ぐらいなんか一瞬で日が流れた感じはあるんですけど、いやすごいと思う。あのたまあ、多分もしかするとカンボジアがフランス領土だったってこともあんまりもう知らない方もいらっしゃるかもしれませんけど、やっぱカンボジアで特にプノンペンにいると美味しいフレンチレストランっていうかフランス料理食べれたりとか、まあ、一般的にも街頭っていうか街中であのフランスパンが買えて安く食べれたりとか、そのフランス料理も結構お店もあるので、あの競争率ってとおかしいけど、もう他の方が外国の方がやってるフランス料理も他にプノンペンの中にはあるんですよね。でもその中でもやっぱりトップクラスっていうか、やっぱレジデンスに行きたいみたいな、行ける日は特別みたいな、なんか本当にその最高峰のレストランで築き上げてきたご苦労もそうだし、努力とかもすごいなと思って。って私はいつも思ってるんですけど、まあ、でも帰られるとき、その帰国寸前にはこのコロナ禍にの最中にかなりボランティア活動もされてましたよね。あ、そうですね。ボランティアはやっぱり、まあ、僕もあの時まだ公表はしてなかったんですけど、うん、日本に帰るっていう、うん、まあ、でも自分の中でやっぱりカンボジアに長年お世話になって、うんうん、まあ、帰国をするのは決まってたんですけど、それはまだ公表してなかったんですけど、うん、それを、まあ、カンボジア、14年間近くいて、いろいろお世話になったんで、なんか、お返しできるものがあればなって思った時に、レッドゾーンとか、ロックダウンとかかかって、医療従事者の方々が、本当大変、うん、もう本当に暑い中、もう休憩なしでやってたっていうのをずっと聞いてて。で、その、レストランの友達、まあ、デリっていう、そこのフランス人のピエールが、はいはい、友達は、まあ、そのオーナーたちが、そこに、ちょっと自分らのお金で、こう、支援したいから、で、僕らお金は出して支援できるけど、料理が作れないって言って、うんうんうん、じゃあ僕やるよって言って、僕とピエールで始めて、そうなんですよ。で、まあ、そういう方たちに配って、で、あと、こう、路上とか見ると、やっぱり、段ボールとかで家作ったりとかして、うんうん、昼の暑い時に、で、そこに住まれてる人がだんだん増えていくのが、なんかこう、見えるんですよね、毎日。うんうん、で、そういうの見てると、うん、あ、余ってるのはその人たちに、こう、ちょっと配ってあげようっていう、ね、ストリートの方も配ってあげたら、うん、本当に喜ばれてたんで。ねえ、すごい。で、あとちっちゃい赤ちゃんとか、やっぱ暑い時期なんで昼。なかなかいないんですけど、うん、こう一人二人、あ、いて、あ、これあげるよってあげたら、裏の方から見えない、火加減入ってるんで、いっぱい出てくるんですよ、裏から。ゾロ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 。で、あ、ちっちゃい赤ちゃんもいっぱいいるし。で、あ、よかったなって。で、それでまあ、そっから、なんですか、そう、いろんな方にも支援していただいて、こう、お米なり、お金なり、日本からも支援いただいたんですけど。で、それで、もう、いろんな食べ物とか、あと、なんていうの、石鹸とかシャンプーとかも大事じゃないですか。ね、マスクとかね。ねえ。それをまあ配って、うん、まあ未だに僕の仲間たちやってるんですけど。うん、そうですか。まあ、だいぶ良くなったんですけど、うん。はい。なんかでも14年行ったカンボジアへのこう恩返しっていうか、感謝を最後の最後にちゃんと伝えていくっていう活動をされてる
ていうのも、もう本当フェイスブックでいつも拝見してたからすごい。もう引っ越しして帰るだけでも大変なのに、その中で頑張って。すごい、ね。14年分のカンボジアの片付けして帰るって結構大変なことなのに、その間にもう皆さんのためにって一生懸命頑張ってらっしゃる姿をもう拝見してて、もう本当すごい頭が下がる思いでしたけど、でもこれからまた日本に帰国されて、まあ、鴨さんはもう今度長崎の雲仙観光ホテルで、あのまた鴨さんの料理が食べれるっていうことですし、はい、まあ、陽子さんももうカンボジアプノンペンのカフェもあの上等されて、うん、新しいスタートを日本で、まあ、子育て含めて、うん、あの日本で再スタートされるっていうことで、なんか最後に抱負というか、これからまたやって日本でまたやってみたいこととか、これからの夢も少し、うん、あのそれぞれ鴨さんにも陽子さんにもお聞きしたいんですが、陽子さんはじゃあちょっと声も含めて聞かせてください。ね、あの20年ぶりの日本でちょっと戸惑うこともあるんですけど、うん、まあ、久しぶりにあの日本に帰ってこれたので、まあ、今まで、まあ、ヨーロッパに住んだり東南アジアで培ったさまざまなことを生かしながら日本でも頑張れたらいいかなと思っています。まあ自分の本筋はあのデザインなので、それをベースにいろいろお仕事できたらいいかなと思っています。はい、カンボジアのことをよくご存知の方は、プノンっていう雑誌を見て、あの表紙は陽子さんがずっとデザインをされていましたし、あの、もちろんそれ以外のカフェのね、もう全体的なプロデュースもされていたので、まあ、デザイナーとしてもこれから日本でも拠点にまたご活躍されると思いますし、まあ、なんといってもカフェオーナーでしたから、またそんな陽子さんのなんかカラーに移転ができると楽しいかな。何かできたらいいなと思います。しておりますが、ありがとうございます。じゃあ、鴨さんもぜひ聞かせてください。今後の夢も含めて。ああ、そうですね。まあ、やっぱりもう20年ぶりの日本なので、やっぱ、日本のやっぱり、本当、いい食材をもうふんだんに使った、うん、もう自分の料理を出していきたいと思います。うん、まあ、料理人なんで、それが一番ですね。今はもうそればっかりしか考えてないです。うん、まあ、なんかこう、ないところから生み出して、それもただ生み出すだけじゃなくて、最高に美味しい料理として、こう、なんて作っていく、生み出していく力っていうのはもう鴨さんの持ってらっしゃる才能だと思うんですけど、まあ、今度長崎に行かれたらまたそこの地域の食材とかそこの、まあ、素材を生かした美味しいお料理をきっと作ってくださるんだろうなって思って期待してるのと、なんかやっぱりそのお父様との思い出を伺うと、やっぱり次の世代の子供たちにも鴨さんの料理を食べてもらえる機会を、私は個人的になんかやっぱ美味しいもの食べると幸せな気持ちにも言葉じゃなくて体感できるっていうのを、なんかぜひまたあの雲仙でもなんかそんな機会ができたら嬉しいななんていうことも感じております。本当そうなんですよ。長崎の、いや本当あの長崎ですね、もうあの辺の食材を、山も海もあるんで、で今僕はカンボジアでも勉強してたあのチーズですか。はい、チーズ。もう、牛乳もいっぱいあるので、もうその辺の地元の食材をマックスに使って、もうすべてやりたいと思います、ね。楽しみですよね。海のものも山のものもあるし、なんか多分あの辺の地域は器なんかも陶器もきっと素晴らしい。あるので、陽子さんとコラボして、なんか器が全体的ななんか、テーブルがこうできたらすごい素敵だなぁなんてちょっと勝手に想像しておりましたけど。うん、って聞いたら。ね、なんかそういうなんか陽子プロデュースで地元の方の陶器とともにみたいな鴨さんの料理が食べれるみたいな。陶器いいですね。ね、なんかそういう、まあね、あのプノンペンというかカンボジアにも日本の方が行かれて陶器とかいろいろあったりね、やってらっしゃる方、なんかね、九州のあの雲仙の周りもいっぱいありますから、なんかその辺がまたなんかできたり
するとたまに、ね、楽しみ、ね、ぜひ日本での新たなる活躍をまた楽しみにしております。なんか本当に日本に帰国されてまだまだねお忙しい中で貴重なお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。じゃあまたぜひ、はい、今後のご活躍を期待しております。ありがとうございました。どうも今日はありがとうございます。今日はカンボジアの首都プノンペンで約14年にわたって最高峰のフレンチレストランと言われたレ・プレジデンスの総料理長カモタケシさんと奥さんの陽子さんにインタビューをしました。カモさんと陽子さんも出会ってから約10年ぐらい経っていると思いますが、本当にカモさんと陽子さんがプノンペンでレストランをスタートした時には今のようなプノンペンではなくて、突然停電をしたり雨季の季節になったら道路が水浸しになって全く前に進まないような、まあ、そんな環境下だったと思います。まあ、そんな中でも最高のフレンチレストラン、最高峰のフレンチレストランと言われるようになるまで育て上げてこられたのもお二人の力だったと思います。2017年に鴨さんはフランス農業省農事功労賞受賞もされました。まあ、それだけ世界で評価をされて、そしていよいよこれから日本で新たなチャレンジをされます。新しいところに行ってないと思われるものからあるを生み出す力、そして美味しさというのを生み出す力、それを鴨さんがこれからどんな風に表現して伝えてくださるか楽しみです。そしてデザイナーでもある陽子さんがこれからまた日本のものを通していろんな形で表現してくれるのも楽しみにしています。ぜひ新たなチャレンジ、鴨さんや陽子さんを見習って私も続けたいと思います。このお二人の素敵な生き方を皆さんにお届けできたら嬉しいです。最後までこの動画をご覧いただきましてありがとうございます。明日の食卓研究所の石原夏子でした。チャンネル登録お願いします。